漫画なのだ。済んだもんなのだ。えへへ、お姉さん、今日も待ってたのだ。ようやく一日が終わって、待ちに待った、くつろげる時間がやってきたね。うん、済んだもんと一緒に、ゆっくり休むのだ。さてと、今回はね、夜耳から、お耳掃除をやっていくのだ。これ結構久しぶりでしょう。でしょでしょ。それじゃ、早速やっていこっか。まずは、お姉さんのお耳を拭いて、きれいにしていくのだ。ウェットティッシュを取り出して、と、お耳、触っていくね。
寂しくなっちゃったから、ヒューってしちゃった。お姉さん、とっても暖かいのだ。
く聞こえるようになったかな。よかったのだ。それじゃ、お次は梵天でお耳ざわざわしていくのだ。お邪魔します。
は。じゃあ、メイク暮らしなのだ。お姉さんには、馴染みの深いアイテムかな。そうそう、パウダーファンデーションを塗ったりするあれなのだ。これで、お姉さんのお耳を、さささささっと、払っていくね。
子なのだ。